波動ルール。波動とはプレイヤーが HMD とアームセンサーを装着して3対3で試合を行う最先端のテクノスポーツ。1試合の時間は80秒、終了時にスコアが高いチームの勝利。同点の場合は1点先取りの延長戦で決定する。点の取り方、プレイヤーは手から放たれるエナジーボールで攻撃をする。相手プレイヤーの前にある4つのライフを破壊したら1点獲得になる。破壊されたライフは一定時間で復活する。一度の攻撃で4つ全てを破壊することも可能。防御の方法、プレイヤーは体を動かすことでエナジーボールを回避できる。またシールドを使って攻撃を防ぐことも可能。自陣のエナジーボールはシールドを貫通するため攻撃にも活用できる。プレイヤーのスキル、プレイヤーは4つのスキルを設定できる。エナジーボールのスピード、エナジーボールの大きさ、エナジーボールの数、シールドの枚数と強さ、これによってアタッカー中心の攻撃布陣、シールドプレイヤーが多い防御布陣などチームごとの様々な戦術が展開される。プレイヤーたちの連携プレイも注目ポイントだ。波動をお楽しみください。